東山公園前交差点の東港にある東山2の起点の標識台、久田あ交差点の西後、南西側にある東山2起点の標識本山交差点から平和公園口交差点にかけては東山2という町名もある本路線上にある名古屋インターバス停と停車中の高速バス。本路線は名古屋 IC と名古屋都心部とを結ぶ路線であり、 名古屋 IC から出入りする高速バスが多く通る。東山2は愛知県名古屋市を東西に走るメインストリートである、広小路通りの畜作東部と名東区での名称である。また、名古屋市畜作の地名でもある。途中、名古屋市の東の玄関口である、東名高速道路名古屋インターチェンジがあり、また、名古屋都心と、西部や長久手市方面。 さらに東のグリーンロードなどを介して、瀬戸市南部や日清市北部、豊田市北部などを結ぶメインルートであるため、交通量は多い。愛知県道60号名古屋長久手線で、東山2と呼ばれる区間は、大久田東交差点、名古屋インターが片側2車線である他は、片側3車線となっている。広小路通りと同じように電線は地中化されている。 広小路通りと同じように沿線には店舗が多く立ち並ぶが、本路線の沿線に立ち並ぶ店舗は、長久手市方面へ続く、グリーンロード沿いも含めて、ロードサイド店舗的な性格が強い。道路の通称名としての東山2の区間は、愛知県道60号名古屋長久手線の東山、公園前交差点から大久田東交差点までで、ある。両交差点には、 起点の標識が設置されているただし、東山公園前交差点から西に1トルほどのところにある本山交差点から平和公園口交差点までの道路沿いは東山2という町名になっているため、元山交差点から東山公園前交差点までの区間も含めて東山2と呼ぶこともある。東山2の名は1984年に 名古屋市が市内の道路の愛称を公募し制定した。ただし、路面電車が通っていた頃は、東山2の通称はなかった。前日の通り、東山2の名称が制定されたのは、路面電車の廃止から20年以上が経過した1984年である。ありがとうございます。